その後でやっぱり一番有名なのは、ですよね。ダダオ様とイブセ・マスジ。あの関係はね、あの、どう考えても、小説の指定関係というよりは、まあ、それもあったとは思うけれども、もう、ダダオ様の、あの、イブ,イブセ・マスジに対するもう、なんていうの、愛情もう、あの、頼りきってたわけですよね。だからもうあれはね、 ああのの恋愛関係に近いものがあったと思うんですよだからああいう作家同士の関係っていうのもなんかもうないなっていうかそういうなんかスター性を持ったえっと作家がもうそ,ろそもそもいないんで。